じゃあ次、どうい怒り怒りと言います、怒り、怒りはない人が多いって言うけど三原選手あります。いやいや怒りっすか、怒りしかないもんな。いやそんなことないっすたくさん1年目知ってっからな。そう、怒り、怒りっすか。あ、でもないっすよ。え、大人になりました。大人に、大人になった。まあ、ちなみに何歳ですか。30になりましたよ。立派なベテランですね。そうっすね。あ、そう、だいぶいい大人になりましたね。怒りはない。プライベートでもね、僕と一緒に日立でプレーしてるときはよくその体育館から駅まで車で送ってってもらって、はい、運転中うーんとか言ってっていうのはあったようななかったような。ああ、ありましたね。まあそういう小さな時間、結構やっぱ僕は好きでしたけど、あの時間、はい、あの、体育館からたくさん駅に送迎する時間、まあね、俺のアッシーだと思うまあでもね、俺も覚えてる、あの時間というか、はい、うん、だから、ね、怒りないっすね。でも、うん、まあ状況は状況だしね。ああ、まあこのその、まあ、シーズンがね途中で終わってしまったっていう、怒りじゃないですけど、うん、なんとも言えないけどね。なんとも言えないっすね、うん、本当にやっぱ特に移籍して1年目で、あ、まあそうだね、まあ結果だね、うん、まあ、西地区1位で追われたっていうのもあれですけど、うん、ここから本当の結果が求められてくる時だったんで、うんうん、まあ、怒りっていうよりは何ですかね、まあ、みんなですけど不完全燃焼っていうか、うん、うん、っていうのがありますね。なるほど、わかりました。じゃあ次いきます。はい、はい、